ハイランド地方とローランド地方ハイランダーは、スコットランド北部のハイランド地方の住民。イギリスの軍隊では、ブラックウォッチやスコッツグレーなどの精鋭部隊をはじめとする、ハイランド人で組織された連隊は、ハイランダーズと呼ばれている。タータンチェックのキルト、またはズボンを履き、バグパイプ演奏者が随行することで有名である。ハイランダーズは日本語では、高チ連隊あるいは、 高知人連帯と訳されることもある。スコットランドの住民は、古代から、南方からのローマ帝国やイングランド王国、それに、北海の向こうのバイキングなどの軍事的、文化的侵略にさらされた。また内部でも、特に北方の僻地であるハイランドと、南方のイングランドと国境を接するローランドは、同一の勢力が支配することが難しく、戦いに明け暮れるとともに、独自の文化である。 ケルト文化やカトリックの信仰が保護、強調され、結果として、それらは、高い式へとつながった。特に山岳部のために、外界と隔離までは行かないにしても交流が困難で、文明の浸透が遅く、生活環境が快適とは言い難いハイランドはその、傾向が強く、傭兵として、イングランドや、その他のヨーロッパ諸国へ赴くことが多く、貧しい土地であったため、 兵士を資源として提供し、イングランドに貢献した。こうした、スコットランド人の勇猛さはイングランドだけでなく、その他のヨーロッパ諸国にも認めており、例えば15世紀フランスのシャルル7世が創設した、この衛兵も、こうした、スコットランド人の舞台が最初だった。ありがとうございます。